はい皆さんこんにちは。事業性評価起点の企業価値向上フォーラム。今日は、経営者の質問6であります、まあ、12月に入りまして、えーまああ、忘年会等の機会も増え、えーまあ、やはり忘年会には必ず講演会がつくということで、私も12月は講演が非常に多い月になっております。今日はそのの講演の中から 経営者の方にいただいた質問についてお答えをしていきたいと思います3問ございますそれでは早速第1問から始めてみましょう第1問当社では極めて優れた番頭さんがいますいろいろな有益な提案もしていただいて多くの貢献を会社にしてくれている役員ですその一方でこの番頭さんもずいぶんお年を召してきて 後継者が育たないという現状がございます何度かその後継者育成のトライアルをしましたけれども結局またその番頭さんに頼るという元に戻っており最近その番頭さん自身が自分がいなくなることが解決策じゃないかといったようなことまで言っておるところでありますこうした番頭の後継者育成をどのように行っていけばよろしいでしょうか まあこういった質問でございますまあ、確かに優れた番頭さんがいるということは会社にとって極めて心強いことでありますただまあ人間である以上はいつかもいつか年を取っていくということもありますしまあ、会社にとって新陳代謝を進めるということもある意味で必要なことです でそういった意味では、まあ、番頭さんにずっと頼りっぱなしということで言うと逆に会社にとってその番頭さんがいなくなった時どうするかという大きなリスクが存在しているような状況だというここをやっぱり強く認識する必要があると思います。ただ当然ここの社長さんについいてはそそ、ういうリスク認識があるからこそ過去、 まあここに書いてあるように何度かその後継者にこの番頭さんの後を渡そうというトライアルをされてきたというのはまあただまあ実際にそういうトライアルを進めてもやっぱりそのおそらく番頭さんが相当程度優秀かつまあ有益な提案等々会社の貢献度合いが極めて大きいということでその番頭さんに頼る体制というものがまあ元に戻ってしまうと。 いうこととなんだろうと思いますでこれに関する、まあ、私の一つのアイデアをお示しするとするならばやっぱりその計画書という形で明確にそのこの後継するということを、まあ、一つは社内にその決意を示すということそれから具体的に、えー、その後継者の方を定めて1年から2年といった時間をかけながらどういう部分を強化し どういう部分を順番に引き継いでいくかどういうスキルどういう仕事を引き継いでいくかこういったことをまあ計画的に進めていくということが大事だと思います。おそらく従来こうした明文化された見える化されたあるいは決意として示されたものがなかったのでやろうと思ってもなんとなくふわっという形で終わってしまっていたと。 いうことだと思います。まあ、そういった意味ではやっぱり今言ったような後継者育成に関する明確なま育成書を提示し、そしてそれを見える化し、そして明確に決意を示していくということが大事だというふうに私は思います。またそのこの後継者に関して、まあ、その何て言うんでしょうかスーパーマンのような仮にセムさん、えー板さんだとしたときに。 まあ、何も一人でこう。後継者を一人,人の人にまあ引き継ぐという必要もないわけですね。で、まあ、ある意味で言うと組織的な会社経営をしていこう、あるいはリスクの分散を図っていこうということであれば、複数の方に引き継いでいくということの方がまあ合理性もあるわけであります。まあ、そういったことも考えながら、まあ後継者育成所をしっかり作っていくということが大事だと思います。まあ、この過程においてはですね。当然一時的にまあ戦力ダウン。 セムさんがまあ例えば今まで降る5日来てたということでえ今後はまあ例えばその育成期間に関しては週3日あるいはだんだん減らしていって週2日あるいは週1日というような形でまあ出勤日数を減らしていくということになった時にもちろんその後継の方々は力量が落ちるでしょうよその経験とか含めてですね。 ただそれはま総力でカバーするし、あるいはそのまあ今までの付けがあったということで言えば、その総力ダウンも受け入れるということだと私は思いますで。その上でまあ社長さんも含めて全体でカバーをしていくということがまあ必要なんじゃないかなと思います。またその私の経験でいうと若いからダメだということで決めつけないで、その若いけど案外できるということもありますし。 あるいは若いからこそ、その新しいアイデアが出るという別のメリットもあるわけでね。まあ、それがあの新陳代謝のメリットということでもあるんで、まあ、そういったふうにご理解をしながら、まあ、進めるといいんではないかというふうに私は思います。はい、それでは次に質問の二番に移りたいと思います。えー、質問の二番、最近パーパス経営といったことが言われますね。 当社も環境変化が非常に激しい中で、主力先の売上も減少し、その分の減少分については、別の新規先でカバーするなど、なんとかやりくりをして、今日、進めているところであります。しかし、新しい時代にこのパーパス系というものを、まあ、ぜひ実現したいと。 そのパーパス経営を実現するための人材育成、社員の育成に関して何かよ、まあ、い知恵があれば教えてくださいということであります。で、この,まああの社長さんご質問いただいた経営者についてはですね、非常に意識の高い方だと思います。というのは、やっぱりその中小企業の社長さんというのはやっぱり経験型といいますか。 その現場現場の経験を生かして経営をやっていくというタイプが多くて新しいその学識的なインプットといったことをまあ、あまりしない人が実は多いございますこういった中でまあ今ん流行しているといいますか経営的に言われているパーパス経営といったものについてしっかりとアップデートしている点は大きく評価ができるんではないかと私は思います。 で回答の方をご覧ください。まずもって私はこ,のこれだけの環境変化、まあ、主力先が大きく売り上げが減っていく中でですね、それを新規先を使ってカバーをしていくということこれはですね、私、非常にうーんこれまでの社員育成の成果たまもんだと思いますね。で、まあ、その主力先側の売り上げが落ちていくというのは結構、会社にとってインパクトが多い、まあ、リスクの高い部分でありまして でそれをカバーできるだけの新規先が開拓できたというのはやっぱり営業力の賜物だと思います。それはやっぱり社員の教育をこういった時にきちんとしてきたということだと思っています。で一方このパーパス経営というのはまあ昔で言うと理念とかあるいはそのビジョナリー経営とかまあそういうこととある意味で言うとうん同じような部分もあって要は会社としての存在意義 をしっかりと明確にした上でその存在意義に沿った形で様々な仕事の仕方あるいはその会社の経営戦略といったものを定めていきましょうということだと思いますで、私はですねあのパーパス経営って言った時にもちろん社長が描きたい事業像あるいは会社像 ということもあってあるいはその歴史のある会社であれば歴々創業者なんかが作ってくれたまあ創業の理念といったこともあると思いますただそのそういうことについてまあ社長が大きな方向感を示すということはこれ極めて大事ですができることであるならばまあその社員さんに参加型の僕はパーパスを作り上げるということがまあすごく大事だと思います でまあ、そこに書きましたように社員全員を巻き込んで理念存在意義最も大事にする価値観を考えさせることみんなで作り上げることこれがまあ,あの実は何よりのですね社員教育になるんですね。あのなんていうのかな社長さん自身がその例えばコンサルタントとななんかと一緒になってそのパーパスというものを作り上げるでそれをある日突然あの社員に向かってこれが当社のパーパスなんだだからみんなこのパーパスに沿って仕事やってくれ というやり方っていうのはですね私はあんまり賛成しないんですねというのはそれはなぜかというとですね社員にとってみるとやっぱりその押し付けられたまああのパーパスなんですよで当然その大きな軸をねあの社長が示したり社長の夢を語ったりこれはすごく大事なんですただこういうものはですね繰り返し繰り返し あのお話、コミュニケーションをしていくということが大事で,でそ当然その中で社員の方というのもですねいろいろ会社のことを考えててくれてるもんなんですよねでやっぱりそのじゃあ大きな方向間に社長はこんなこと考えてるのがあそれいいねという中でさらに具体化したパーパスというものあるいは会社にとって大事な価値観会社にとってこうあるべきことなんだということを社員自身がみんなが考えるようになればそれだけでですね 大きな、まあ、社員教育にななりますよでなぜこのパーパス経営が大事かって言われると、まあ、ある意味で言うとあのマニュアル経営の反対っていうのは一個一個例えばシーンこういうシーンこういう場面に出くわした時社員はこういう基準で仕事をしてくれというルール動き方というものを、まあ、明示していくもんです。でこれはそのうん何がメリットかっていうとマニュアルがあることによって標準化できます。 一定の水準で仕事がブレずにできるというメリットありますけれども一方でどういうデメリットがマニュアルにあるかというと変化の激しい時代であればそのマニュアルに合わないこととかあるいは法改正があったとか環境変化があったということでそのマニュアル自体が役に立たなくなるつまりその都度その都度マニュアルを改定していくということになるとこ大変なことであります。それよりりはやっぱりあの今申し上げたパーパスという大きな価値観 あるいは大きな会社が行くべき方向性こういうふうに行くんだその中で一人一人の社員が持ち場持ち間に合いて自分の仕事の役割を規定していくそれこそがそのパーパス経営の柔軟性変化需要力あるいはその社員一人一人の自立性を生む仕事の仕方ということにつながっていくわけですまあもちろんそのマニュアル通り動くっていうのもある面楽なところもありますけれども ややっっっぱぱりり人人間っていうのは本来、自由を愛する人たちなんだと僕は思うんですよね。だからできればそ樹脂性を発動させてしかしその時に何にもないとバラバラになっちゃうということでいえば会社にとってこれを常に価値観をこの価値観をベースに考えてくれよと現場で向き合ってくれよと。 ここういういとが必要になってくるわけであります。そういった意味で今申し上げましたように、えー、ぜひ、社員に参加型のパーパスを作成させてもらうと、考えてもらうと、その上で自分たちの役割規定、もうその仕事のジョブ規定というよりは、役割規定を現場現場でできるようなね、教育をやっていくと、大きな効果が発揮できるというふうに私は思います。それででは最後の質問3であります。 当社は運送業です。新しい理念で会社を改革していきたいと私は考えています。染まっていないまあ、若い社員層は比較的私の考え方を理解してくれていますが、一方でベテラン層が悪い先輩となってこうした若い層に悪影響を与えている面があります。こうしたベテラン層は思い切って切ってしまって、そして私が考える改革に向かうべきでしょうか。 まあ青木さんの考え方をお聞かせくださいという、これはあ,のえある意味で言うと、若い経営者の方、お父様と一緒に会社を経営していくという中で、次の社長として、なんとか会社をいい方向に持っていきたいという、そういう意味で言うと、本当にえ素晴らしいね、第2創業、第3創業的な発想を持った若い経営者からのご質問ということになるわけであります。 でまあ、回答書の方をご覧いただきたいわけでありますけれども、まあ、私自身がですねあの考えるところで言うと、まあ、人間が、うんまあ、言ってここで言うといい先輩悪い先輩あるいは若い社員さんも含めてでありますけれども、まあ、人間がその改革を自分自身の改革を行っていくその最大の動機は何かっていうとやっぱり危機感が一番人間をこう自己変革する上での大きな、まあ、動機づけになるわけですよね。 あのやっぱりそ,それをやらないと俺はこの会社で生きていけないとか食っていけないとかそうなった時にはやっぱり自分が変わらざるを得ないということはあるわけでありますまあ、よくその会社が倒産してうーん新しいスポンサー企業に買収されたようなケースにおいて まあ新しい社長が乗り込んできて、新しい経営の流儀で社員を動かしていくといった場合に、まあ、もしその会社で食っていきたいと考えれば当然でありますけれども、社員も行動変革、新しい会社のやり方に身を変えていかなければ処していくということにはなるわけであります。これはもう、いやなく従わなければだめだということで,で、この新しい会社のやり方に気に入らない、変えられないということである社員がまあ辞めていく、去っていくと。 いいいうううこととなんだろうというふうに思いますで、まあ、当然この会社はまあ運送業ということでお聞きしましたけれども、えー、順調にあの修行を進めていらっしゃって倒産や大幅な赤字といった危機的な状況にあるわけではないわけです。 でそういったその危機的な状況にない中で、まあ、要はあのさっき言った動機から遠いところにあるということですよね社員にとっては危機感を持ちにくい状況の中で今まで慣れ親しんだやり方仕事の仕方を変えてくれと何で変えなきゃいけないんだというその危機感とかそういう動機づけがないようなケースにどうしたら社員が変わってくれるのかということなんであります。で私はですねまあ こういうその平時における改革で大事なことというのはですねまず1番目に改革をなぜ進めようとしているのか会社としてどうしてその今までのことをある意味で言うと自己否定自社否定をしながら次のステップに向かっていかなきゃいけないかという背景、理由こういったものをですねできるだけ分かりやすく説明するということが大事だと思います。というのは やっぱりその経営者と社員の間にはその情報の非対称性というのがあるわけです。というのはこの経営者若い経営者の方が改革を進めようとした背景には見えてる多分将来像業界の環境像があってこの大きく将来環境変化がある中で今のうちのやり方をしてたら絶対にその環境変化に適応できないと思ってるんでそのまだ時間のあるうちに今のうちに変えたいというその先取り思考でやってるわけですね。 ところが当然社員さんはそういう情報未来を見てないわけですつまり未来の共有化がないということの中で自己変革を迫られてもさっき言ったように動機づけにならないわけですよね、まあ、そういった意味ではデータとかあるいはグラフとかいろんなそういう数量的なエビデンスなんかも示しながら繰り返し繰り返しねこれ一回説明しても分かりませんよ、まあ、ましてねあのドライバーっていうその職種でいうと何も一社の,そのスキルで食ってる人たちなんでね やっぱ気に入らないと割と簡単にこう流動化しやすいというのがドライバーという職種でもあるので、まあ、その面でいうと、ね、あの当社の経営者の難しさもあるんだけれどもただ一方で、ね、この会社にずっといてくれるという愛着もその古い、えー、ベテラン層の人たちっていうのはいるわけですよね。 だからそういう意味でいうとそういう愛着を一つの土台にして今言ったような改革を進めるための理由、背景というものをやっぱり繰り返し解きながらそのご理解をしていくあのご理解をしてもらうという、まあ、コミュニケーションを取っていくというのが大事です。その上で、丸に書いたように改革を行うことがどう社員にとっても,ってもメリットがあるか。 とととといいううここを説明すするもも大事です、まあ、もちろん会社がこういうふうにいかなきゃ会社は生き残れないんだと言ってもやっぱり自信変えるのは自分自身になってくるんで、ね、そういった意味では社員にとってもこう変わることでこういうメリットが出てくるんだよとあるいは逆に言うとこ,れこういうふうにいかないと社員さんにどういうデメリットが生じうる可能性があるか、まあ、こういった説明でも構いませんけれどもこういったことをまあ繰り返しやっていくということだと思います。 そしてできればその大きな変革の方向の中で社員も参加させていろんな具体的な改革の中身っていうのを考えてもらうということもねこれはあのなかなか難しいっていうのはあるんだけれどもやっぱり今、この背景とかがちゃんと腹落ちをしてくればねじゃあ具体的にどう変えていくかということについてはやっぱ押し着せっていうことではなくてある程度、社員にも参加してもらいながら。あ その上から降ってきたんじゃなくて、俺たちも参加していろんな意見も言いながらできたものなんだというその納得性ですよね。変わることの納得性、変わる内容に対する納得性をまどう醸成するかという意味でのこの、うん、参加ということを大事にされると思います。まあ、私はその人間というのは本来変われる要素があるんだろうというふうに思っています。でもちろんね、あの変わりたくない人、変われないという人ももちろんいるんで、それをまあ,あの最終的に あのこうまあ、道を分けていくというこあまもっともねこの社長さんにとってのまあ当然その残り時間という、まあ、時間的な制約もあるんだろうから、まあ、私が言っているのはまあ本当なあこういう順序を踏んでいってまずやってみたらいかがですかということであるけれどもでそれは相当程度リスクあの当然社員が全部去っていくような。 ああベテラン社員が別あのいいっぱい一発でこう去っていっちゃっても構わないと、そのぐらいの決意を持って、ですねむしろ時間を買うんだと、時間を優先するんであれば、まあ、ご,ご自身がおっしゃったように、まあ、そういうベテラン層を排してもねあの決あの、改革を進めるという道もあるというのは、これは経営というのは常にリスクテイクですからあの、自分なりの納得した、そしてそれに対する結果も受け止めながらやるということは当然あるわけなんでね、えーまあ、そういうふうにご判断されるということもあるんだろうというふうに思います。 今日は経営者からの質問、第6回目にお答えをしたところでございます。ありがとうございました